ご通行中の皆さん、私は戦っています。全裸で何が悪い全裸の自由を認めよう。そう、私は訴えています。皆さんは、公然わいせつ罪、という罪をご存知でしょうか今の私のように、不特定多数の人が認識可能な場所で、全裸になると、現行法上、逮捕されて、処罰されてしまうのです。 でも、これっておかしくありませんか人は生まれながらに、自由な存在です。何を着ようが、着るまいが、そんなことは個人の自由のはずなんです。なぜ、おっぱいを隠さないといけないのでしょうかなぜ、お尻や正気を隠さないといけないのでしょうか隠したい人は、もちろん隠せばいいでしょう。でも、他人や国家に、 それを強制する権利なんてありません。この国は何の根拠があって、全裸を取り締まっているのか。彼らはいつも、こう言います。健全な性風俗や、性秩序、性道徳。そういったものを守るためだ。と。ふざけるな、このイカレポンチ。国家が勝手に、何が健全な性のあり方なのか、決めてんじゃねえよ。 人間は一人一人、かけがえのない人格を持ち、道徳感を持っています。それを全部ひっくるめて、取り締まるだなんて。これを全体主義と言わずに、何というのか。国家権力による政治弾圧を許すな。我々はあの悲惨な戦争から、二十世紀から、学ばねばなりません。皆さん、公然わいせつ罪には被害者がいないのです。 当たり前です。私が全裸になったところで、誰が何の被害を被るんですか私は誰かに、無理やり触ったりしていない。私は誰かに、私の裸を見ることを強制していない。公然わいせつ罪は、個人を守る法律ではありません。むしろ、国家権力が性道徳を守るという、わけのわからない理屈で。 個人を弾圧するための法律なのです。私はただ、裸でいたいだけなのに、時に、愚か者が、私にこう、質問をすることがあります。あなたは何が目的で裸になるのか理由なんてねえよ。バーカバーカ私にとって、裸でいることは、それ自体が目的であり、それ自体が価値のあることなんだ。 そしてこのような価値観を持つことは、全くもって私の自由であり。多様性を胸とする民主主義の中で、尊重されなければならないはずなのだ。もう一度、もう一度、皆さんに問いかけます。全裸で何が悪い全裸で何が悪いんだ悪くないだろう悪くないことは、全て自由じゃないか私はこの不当な自由の制限に、 断固抗議する。国会が刑法174条を廃止するまで、私は毎日ここで、全裸で、皆さんに訴えかけることを誓います。そんなことをしても、世の中は変わらないと、笑う人もいるかもしれません。うざい、ダサい、見苦しいと思う人も、いるかもしれません。それでも私は、戦い続けます。かつて世の中を、 良い方へと変えてきたのは、皆、信念のもと、未来を信じ、人間を信じ、戦い続けたものだけだ。ネルソン、マンデラは何度も逮捕されたが、その度に、不屈の精神で立ち上がり、人種隔離政策を撤廃させた。ローザパークスも、キング牧師も、皆、希望を捨てずに、不正と戦い続けた。 だから私も負けない。全裸でいるだけで逮捕される、おかしな世の中を変えよう。全裸差別を、廃絶しよう。全裸の自由を、勝ち取ろう。未来を生きる子供たちに、誰もが自分らしく、全裸でいられる社会を残そうではありませんか。すみません。ちょっと服を着て、書までご同行願います。来たな、ご利口。 断固拒否する。私は何も悪いことはしていない。いや、とりあえず服を着ましょう。いやだ、私は服を着たくない。困ったな、仕方ない。公然わい罪で、現行犯逮捕します。やめろ、話せ。国家の犬どもめ。つむぎつむぎつむぎ